はい、えー、冒険家の皆さん、こんにちは。えー、とこのビデオでは、えー、あの課題について話す予定だったんですが、実はですね、えー、最近あの、実際の、えー、行動中心アプローチのビデオあの、授業のビデオを見たいという声をよく聞きますので、えー、ご紹介しておきたいと思います。今、下に出てますけど、えー、あ、ちょっと待ってください。出ないな、どうしたんだろう。あ、ちょっと待ってください。はい えー、Google スラッシュ BCRCQA ですね。えー、この,あのショート URL を開くと、この YouTube のビデオをご覧になることができます。これは実際に丸ごとという、えー、行動中心アプローチの教科書を使って授業が行われているところですね。はい。えー、さて、来週までの課題なんですが、えー、もうあの皆さんすでに、えー あの、評価方法がですね、作成済みだと思いますから、その CDS を一つ選んでください。まずね、えー。で、あの、2週間前に評価を作った CDS では、授業がやりにくいというふうに、えー、そういう人は別の CDS にしても構いません。えー、でも、その場合も、まずは評価を作ってから、えー、授業の案を作ってください。これは、あの、バックワードデザインという考え方によるものですね。はい。で、課題には必ず、この、ここに書いてある ABC の3つを入れてください。 まず最初はこのコースと同じように、その日の目標を CDS の形で必ず学習者に伝えてください。CDS ですので、この言葉を覚えるなどではなくて、具体的な行動ができるようになることを目標にしてください。そして、たくさんのインプットと少しのアウトプットも必ず入れてください。アウトプットといってもですね、文字の場合はもうただ指さすとかそれだけでもいいです。 えー、会話の場合は、ロールプレイとかでもいいと思いますね。はい。えー、っと、えー、それから実際の授業では必要ないんですけど、他の人が見ることを考えると、えー、A1 レベルとかですね、えー、その授業のレベルも書いておく必要があります。はい、で提出は、えー、Google プレゼンテーションとか PowerPoint のようなプレゼンテーションがいいと思いますが、えー、文書でもいいです。文書っていうのは、要するに Word とか Google ドキュメントですね。はい。 はい、で最後に、えー、っとお知らせとお願いがあります。相互評価の改善点の部分ですけど、今回から皆さんには共有しないで、一つ一つメールでお送,りしてお送りしています。こういうふうにしている理由は、自分の課題に対するネガティブな批判とかをですね、他の人に見られたくないという人もいるんじゃないかなというふうに思っているからですね。ただし、このメールは えー、Google App Script っていうものを使って、えー、自動的にお送りしています、えー。僕がですね、一つ一つ心を込めて送っているというわけではありません。えー、ですので、えー、返事としてお礼を書いていただく必要はありません。えーまあ、一般的にはですね、えー、こういうメールを、あのーまあ、しかも講師の,講師の側から、あのー、メールを受信するとですね、えーまあ、普通はい、あのお礼の返事を書きたくなるというのが、あまあ、 普通だと思うんですけど、えでも今回は、まあ、ちょっと人数の関係もありますので、えー、ご遠慮くださいませ。すいません。よろしくお願いします。えー、それからですね、えー、グループチャットが活発ではないところがあるというふうに、えー、何人かの人から聞いています。で、えー、つまり話し合いが十分にできないというわけですね。で、えー、そういう場合は、あの、えっ、ー、と、まあ、スラックの方にも書いたんですが、 えー、そういう人だけを集めた新しいグループチャットを作りたいと思いますので、えー、今ですね、ご参加中のグループチャットが活発でない方は、えー、こちらにご登録してください、えー。こちらに書いてありますように、ビットリースラッシュ 2rfxdqd ですね。はいえー、これがあの申し込みの,あの Google フォームの URL となっております。はい、えー。で、いつも通りですね、また次の、えー、と水曜日に、あの ズームの話し合いがあります。で、えー、ズームの会議室 ID は、まあ、いつもと同じですので、スラックをご確認ください。それでは、ズームでお待ちしております。はい。失礼します。